東京競馬場第2レースの発走です。ダート 1600m3 歳未勝利16頭です。東京競馬場2レースは3歳未勝利、ダートの 1600m 戦に出走馬16頭です。時折吹く風が心地よく感じられます東京競馬場。夏の青空が一面上空きれいに広がりました。芝コース、ダートコースとも両馬場のコンディション、向こう正面右手芝生の上ゲートイン、順調に各馬収まって最後は16番ゴルトレオパルト。収まって係が離れました。スタートしました。外の3頭コースタートを切りましたが横に広がっています。まず真ん中からは9番のジェイユルマルカー、押して押してジョッキー気合をつけて飛び出していきました。15番のトリオンファーレが外から2番手、その後3頭広がっています。最内から7番アルファエリザベス、今日は前へと行って14番ブリガンダイン、さらに外16番ゴルトレオパルト、前から6頭目になりました。その後1段で6番のアルカイド、馬群の中で13番のハクサンモンチが外から上がっていきました。さらには12番のキャッスルクラス、ここは全くの1段、最内は1番のグランディージェントもこの馬群に取り付いて、各馬これから3コーナーカーブ、馬群の中には10番のマイショーちゃんも入っています。その後インコースからはスーッと6番のアルカイドがポジションを押し上げていきました。 3,4 コーナー中間にかかります。そして2馬身後方に3番のサバイバルキュート、インコースは2番のシンガーズバラット 3,4 コーナー中間、その後ろは2馬身が来ました。5番のラプンタ後方から3頭目でしたが、外からは8番のプロトカルチャー後方から徐々に上がっていきました。各馬第4コーナーカーブを回ってこれから直線に入ります。4番のアースジェイソンテ最後方の一角です。さあ前の争いですが、今度は15番のトリオンファーレが先頭に変わるか、400を切りました。内は9番のジェイエルマルカー食い下がって、外から16番ゴルトレオパルトが追い込んできた。ゴルトレオパルト、さらに外から10番のマイショーちゃんも追って坂を上がってくる。さあ先頭15番のトリオンファーレ、もう一伸びするか、200を切りました。外から10番のマイショーちゃん、マイショーちゃん間16番ゴルトレオパルト今3番手、先頭10番のマイショーちゃんに変わりました。食い下がる15番トリオンファーレ2番手、マイショーちゃん先頭でゴールイン、2着15番トリオンファーレ、最後は2馬身3馬身と遅れて16番ゴルトレオパルト3着、そして後方からは8番のプロトカルチャー追い上げて4番手でした。勝ち時計1分37秒12番手から抜け出した15番のトリオンファーレをめぐって、今日は控える競馬から差を詰めた16番ゴルトレオパルト、さらに外からは10番のマイショーちゃん、坂を上がって一気に外から10番のマイショーちゃん抜けました。鞍上は戸崎啓太騎手です。食い下がった15番のトリオンファーレが2着、追い比べから遅れて16番ゴルトレオパルト3着、1分37秒1、ゴールまでの 800m49 秒7、600m は37秒3でした。10番のマイショーちゃん快勝でした。2着15番のトリオンファーレ、そして最後は争いから遅れて16番のゴルトレオパルト3着です。なおご案内があります。お知らせいたします。東京競馬第2レースで14番ブリガンダインは他の馬に関係なく最後の直線コースで競争を中止しました。14番の競争中止がありました東京2レースです。10番のマイショーちゃんが勝って2着3着は8枠の2頭、15番トリオンファーレ2着、16番ゴルトレオパルトが3着でした。勝ったのは10番のマイショーちゃんでした。1分37秒1の時計でした。では最終オッズ10番15番16番です。1番人気4番人気1番人気タイの順です。単勝10番 2.5 倍、枠連58 2.4 倍、馬連10番15番 9.8 倍、馬単10番15番 14.5 倍、3連複10番15番16番 7.6 倍、3連単10番15番16番 44.3 倍です。確定までお待ちください。